です。桜早くお花見したいですね。行きたいですね。はい。さあというわけで今夜のプークルちゃんは何でしょうか。今回は特別企画、水着アイドルとバーチャルデートができます。さらに流行り物アイテムまで丸分かりという1回で2度おいしい企画でございます。はい。そして今回登場するのがこの方です。1位の方なんですけれども、2003年から2004年現在で一番ビデオ売り上げがあるんです。 DVD 売り上げ、はい、あややよりすごい売り上げてるわけでしょ、ね、そうです。イメージビデオって今4000円ぐらいするんですけど、はい、その売り上げナンバーワンってことはこれからの人気ナンバーワンでもあります。早くチェックしてみましょうか。いきますよ、はい、せーの、ガンちゃん。今回注目のアイドルは、やっぷー、今日一日あなたとデートする夏目リオだよ。よろしくだっちゃ。今回プーが注目するのは、たわわに実りすぎたタオパイパイがドドンパーな J カップアイドル、夏目リオちゃん。グラビア業界を震撼させた今ノリに乗っている彼女と今夜はなんとバーチャルデートだっちゃ。ほらどこ見てんの。ダメ。悪くないけど、そうだ、私にいい考えがある。ちょっと来て。さあ着いたよ。紳士服のコナカだよ。リオ、スーツ姿の男の人とデートするのが夢だったんだ。とリオちゃんもおすすめする紳士服のコナカでは、ただいま全店でフレッシュマンウェイフェアを開催中。こちらの学徳5点セット、なんと7000円。さらに期間中レア商品5000円以上ゲットで白石美穂オリジナルグッズがハントできるのだ。これでバッチリ。映画いいよ。暗いとこあんまり好きじゃないんだ。だってあなたの顔が見えなくなると不安だから。いいもの？ねえねえ、いいものって何？じゃあ、これゲームボーイアドバンスじゃん。こちらゲームボーイでいつでもどこでもアニメが見られるアドバンスムービーアダプター。今回発売のレレレの天才バカボンのほか、名探偵コナン、タイムボカンなど面白いムービーカード種類もてんこ盛りよ。わあすごい、これ面白い。見て見て。あ、ごめんね。これで見えるでしょ。あ、ゲームといえば最近リオもゲーム買ったんだけど、対戦が難しくてまだできないの。え、本当に？うん。二人きりだね。考えてんの。ゲーム？これ。うん、買っちゃいました。あの巨大専用コントローラーを駆使してタンクを操る鉄器がオンラインゲームとして登場。コクピットシミュレーターもさらにバージョンアップ。もう家なのか何なのか分かりません。それぐらいリアルなプレイ感覚。じゃーん、これ高校の時の制服。本当はずっと取っておきたかったんだけど、
置いとくとこがないから処分しようかなと思って。え？ここで？じゃあ見ちゃダメ。まあいいや。これどうするの？え？どこ行くの？ねえ待ってよ。詰まった制服を3分の1の大きさもミニチュアサイズにリメイク。シルエットや襟、ポケットなどデザインを忠実に再現。オンリーワンな思い出をいつまでも手元に残しておいてみては。ありがとう。本当にリオのこと思ってくれてるんだね。じゃあお礼に。リオのカーニバル踊っちゃいます。すごいでしょ。皆さん残念でしたね。人生そんなに甘くありません。これから皆さんを目から覚ましてあげましょう。こんなデートはパンチデートだ。なんかなかなか遅いなと思ったら、後ろにいたこうなんかついてきてる、こうイチャイチャしてるかと思ったらヘッドロックしてた。こうチューするときになんか気持ち悪い。以上、鉄拳でした。あれ、いや鉄拳さんって面白いですね。私鉄拳さんと結婚したい。私も。え、いいな、鉄拳さんはかっこよくてモテモテで。いやそれほどでも、はは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 。え、はあ、鉄拳さんいるでしょそこに。すごい、鉄拳さん、生鉄拳。あ、ついに登場。いやこんにちは、鉄拳さん。鉄拳です。鉄拳さん、それだけですか？はい、それだけです。あれ、生だ。いつもとんでもなくいいものを書いてくださってありがとうございます。あれは今日なんでまた？今日はあの僕が本を出したので。なんだい。話しに来ました。こんな丸々はバツバツだ。不走者より1200円で発売中。皆さん買ってください。1人3冊買ってください。意味が分からないんですけど。鉄拳さん、はい、これ元気でした？元気でした。さあ、来週から火曜プロが変わります。タイトルはブーコメディです。最新の笑い情報をお届けします。コメンテーターはもちろん品田さんですよね。私、はい、品田さん、なんか後ろにいる。また来週。なんかこの本もある。さあ、エンディングはリュウちゃんおすすめ最新ゲームです。
ただきました？もちろん。え、ま